素晴らしい。楽しみにしております。ご用件を伺います。あら、どちらにいたしますかな？合体するペルソナをお選びください。良い選択かと存じます。どちらを継承なさいますか？いくらかは力を授かるようですな。いよいよでございます。終わり。本当あなたがいて助かったよ。買うものたくさんあったし、あと今日はメンタル的にも一人で行くのしんどくてさ。ああ別に大したことじゃないよ。言い方大げさだった？いやでもやっぱへこむ。今日さ古文の小テストがあったんだけど、これが全然わかんなくて、気づいたら爆睡しちゃってたんだよね。結局白紙で出しちゃってさ。そうそう、不可抗力ってやつ。まあエコダはブチ切れだったけど、職員室まで呼び出されて反省文を出せとか言ってくんの。エコダの説教ってこれがまたネチネチ長くってさ。こんなんじゃろくな大人にならんな、将来が思いやられるなとか、将来がどうとか気早すぎじゃない？うちらまだ10代なのに。だよね、
少しだけ好きにしてたいよね。正直将来とかよくわかんないし、今は部活とか頑張ってんだからそれでいいじゃんって思うんだよね。私先のことはまあ気が向いたらおいおい考える感じ。店先で長話はダメだね。私部室に荷物置きに行くから。それじゃあまた。あいた。いってー。ちょっとこんなとこで。あれ？あんた。うわー、有効版。何回教えてもできないね。私のことはお姉さんって。やっべ、俺に見つかる。じゃあな、ワン。あ、ちょ。ああ、逃げられた。今のお向かいに住んでる子なんだけど、こんなとこで鬼ごっこ？ちょっと危ないよね。校庭とかでやればいいのに。あ、やば。急がないと校門閉まる。また部活で。元気かい？そんな風に言わなくたっていいだろう。僕はいつも君のそばにいるんだから。一週間後は満月だよ。気をつけて。また一つ試練がやってくるからね。君が試練に出会う日のことさ。試練と向き合うには準備が必要だ。でも時間は無限じゃない。もちろん君なら分かってると思うけどね。じゃあそれが過ぎたらまた会いに来るよ。
ジカネットでーす。やるわよ。やるじゃない。ようこそベルベットルームへ。どちらにいたしますかな。どうぞご覧ください。こちらでよろしいです。それではこちらを。どちらにいたしますかな。こちらのペルソナですね。どちらを継承なさいますか。いくらかは力を授かるようですな。生まれるようです。いささか予定と違ってしまったようですな。どうぞご覧ください。こちらを引き出すのです。それではこちらを。ご覧ください。受けたまわりました。またようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらでよろしいですか。それではこちらを。私合体するペルソナを。こちらでよろしいですか。引き継ぐスキルをお選びください。いくらかは力を授かるようです。
生まれるようです。どうぞご覧ください。こちらを引き出すのですね。内なる力を受けたまわりました。またの
don't know anything about anything anymore. You don't know what you're talking about when you talk to me. Why won't you just shut up and keep your opinion to yourself? No one wants to hear that answer, so why don't you go kill yourself? La, 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 la.